どうも、葵です。今日は、マウンテンライトジャケットの S サイズと M サイズの比較をしていきたいと思っています。では、よろしくお願いします。最近、マウンテンライトデニムジャケットで結構賑わってますよね。まあ、私じゃどの道競争率が高すぎて買うことができないと思いますが、この前もなんかオンラインで販売してたんですけど、あれで買える人っているんですかね。私オンラインで販売の時間にサイトに繋がったことないんですけどね。はい、それでは本題に移ります。私は身長171センチ、体重65キロでややがっちり体型です。今回比較するのは、マウンテンライトジャケットのこちらのケルプタンの S サイズとこちらのツイルベージュの M サイズで比較していきたいと思っています。着用動画は3パターンで、1つ目はインナーに薄手のロン T1 枚、2つ目は薄手のロン T とユニクロのインナーダウンを着たものです。3つ目の動画は薄手のロン T とジップインジップでワークマンのエアロストレッチブルゾンを着用したものです。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。どちらも生きてると思うんですけど、私はどちらかといえば S サイズの方がよく着ていますね。身長171センチ、体重65キロ、ややがっちり体型の私ですと、中に薄手の長袖を着て S サイズでジャストです。ただ中に、フリースやダウンを着るとここら辺に若干窮屈感を感じます、まあ、窮屈感を感じるだけなので、まあ、全然許容範囲だとは思います。 M サイズだと中に着込んでもゆとりはありますが、薄手のロンT1枚だと若干オーバーサイズな感じがします。まあ、S と M で一長一短あるんですが、私と同じような体型の方で、バルトロなどのダウンを持っていて、春秋メインで着たい方は S サイズで、ダウンなどを持ってなくて、冬でもメインで着たい方は M サイズでいいと思います。この商品は皆様知っての通り、非常に人気の商品で、発売して即完売とかが普通にあります。もし購入を検討している方がいるなら、 SNS などで情報を入手することが非常に大事だと思います。私はインスタグラムをよく活用しています。ぜひこの動画をサイズ感の参考にしていただけたらと思っています。また別でですね、インナーのバリエーションを増やした動画も出したいと思っていますので、よければそちらもご覧ください。この動画がですね、少しでも参考になったよって方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上でこの動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。